相模原インターチェンジは、神奈川県相模原市緑区にある首都圏中央、連絡自動車道のインターチェンジである。県央道の管轄は東 IC を境に、北側が中日本高速道路八王子支社、南側が中日本高速道路東京支社の管轄となる。当初は、城山インターチェンジの歌唱で呼ばれていたが、2012年5月15日に、 正式名称が発表された。なお、相模原インターチェンジの名称は、隣接する相模原相川インターチェンジの歌唱であった。県王道、相模原市、2017年1月8日閲覧。相模縦貫道路のインターチェンジ名称が決定しました。中日本高速株式会社、2017年1月8日閲覧。 相模縦貫道路のインターチェンジ名称が決定しました。中日本高速株式会社。2017年1月8日閲覧。首都圏中央連絡自動車道国土交通省、関東地方整備局横浜国道事務所、首都圏中央連絡自動車道の相模原愛川 IC 高尾山インターチェンジ間の開通時期を見直します。 国土交通省関東地方整備局、愛部国道事務所、中日本高速道路株式会社東京支社。2013年12月26日閲覧。国道468号県王道相模原、愛川 IC 高尾山インターチェンジが6月28日に開通します。国土交通省関東地方整備局、愛部国道事務所。 中日本高速道路株式会社東京支社2014年4月4日付、県王道相模原 IC が3月29日12時に開通します。中日本高速道路株式会社、2017年1月8日閲覧。3箇所の料金所で ETC 専用運用を2022年春から開始します。中央道稲城 IC、県王道八王子西 IC、 県王道相模原 IC、中日本高速道路、2021年12月10日閲覧、ありがとうございます。